立憲民主党安住淳 IOC バッハ会長の国会招致を要求。立憲民主党の安住さんが8日に自民党に対して IOC のバッハ会長の来日に合わせ国会に会長らを招致するよう要求したことが明らかになってしまいました。安住さんは記者団に対し、なぜこの時期に日本でオリンピック開催を決断したのか、 バッハ会長にも問わなければいけないと私は思っているなどと主張されておられましたが、まあ、このオリンピックの開催日本政府には開催権がなく権限を持っているのは IOC と東京都となっておりますがその東京都の都知事すら国会に呼んでいないのにいきなり IOC の会長を呼べるんでしょうか。 まあこの立憲民主党、都議選を前に、全くやるつもりがないのに、国会延長を要求したりと、アリバイ作り工作を、アリバイ工作を何度も行っていることがばれ、まあ、てしまっておりますが、まあ、今回もそのような工作活動の一環だと思われますけれども。 ぜひとも立憲民主党には、また安住さんには、このようなやってる感の演出ではなくて、ぜひともこのコロナ禍において、国民の皆様がさまざまな形で被害に遭っており、立憲民主党が骨抜きにしてしまった感染症対策違反の罰則によって、事業者が 感染症対策を守っていないという問題も生じてしまっておりますので、そのような法令の問題や、また国民や事業者の皆様に対する支援などについて、政府・与党とも協力し、少しでも被害が減らせるように、今後は建設的な議論や、 提案を行っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。